なんやったこの、なんかめっちゃくるくるくるってなってるウツボめっちゃ釣れるんやけど、安くない？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、抵抗通って、なんかね、またちょっとね、あ、見てこれ、貝殻のリース作ったんよ。うん、確かね、私も夏の貝殻が必要なレシピはすべて、もう動画外で集め終わったはず。んで、あ、この辺のやつね。貝殻のリース、南の海の壁、水中の壁紙、海の底の床、星の砂浜の床、水面の床、貝殻ポシェット、貝殻のステッキ。で、私ね、この星の砂浜の床以外は全部作った。この砂浜の床のレシピがなくってさ。そこがなくって、まあ、あとそこだけかなって感じ。夏の貝殻はもう十分足りとるけん。とりあえず、ローンを完済しに行こうかと思います。最近さ、めっちゃ可愛くって、なんかこういう網とか、そんなんばっか使いよんよね。可愛くない全然動画関係ないけど、個人的な趣味で。たぬき。あ、待って、ローン完済してなかった。そっか、ATM からよね。こちら、建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？いや、待ってください。はいはい、またいつもお待ちしてるだろも。自分で勝手に座って間に合ってますって言われても困るよね。ってことで、たぬき開発マルチメディア端末タノポートでございます。1日1回にタノポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7回以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。もうね、十分あるけん。イエーイ。ってことで、ローンの返済を、預金から。はい、全額。オッケー。ご利用ありがとうございました。やったー！お家のローン全部払い終わったってことで、次は、2階か地下が増えるってことよね。どうもどうも、アイナさん。お家のローン全部払ってくれてありがとうございました、タラモ。またしても完済してくれたってことは、やっぱりその、今のお家でもまだ物足りなかった？それなら安心してほしいだらも。アイナさんのお家はもっともっと大きくすることができるだらも。詳しいことはまた時間のある時に相談してちょうだいね。か前回広くしてからさ、収納埋まるのめっちゃ早かったんやけど。こちらは建築相談カウンターだも。どういったご用件だらも？マイホームの相談。マイホームについての相談だもね。どういった相談だらも？増築したい。増築のご相談だらもね。今のアイナさんのお家なら、ドドンと2階建てにしちゃって、2階に広めの大部屋を作れるだらも。おー、やった、2階ができるこれで。階が増えると工事費も結構かかっちゃうから、124万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだも ?124 万。またしてもでかい。お願いします。オッケー、じゃあ工事の手配は進めるからね。明日の朝には完成するから、お楽しみにだらも。どうしよう、2階。2階はどういう部屋にしましょうか。ねえ、マミーさん。あら、ご機嫌いかがですか、タフン。おしゃべりして。アイナさんは今日はどんな風にお過ごしですか？私は秘密でした、タフン。まあ、でも主婦っぽいことしてんなと思うけどね。てか、片手なんやね、掃除。みんな片手やっけ。よ、アイナ。今日も会えたね、だってね。世間話でも。虫取り、見回り、花の世話。これから何をしようかね。みんなすごい、やっぱ、あれやね。スローライフな感じで。ま、やりたいことからやってっか。だってね。うん、それがいいと思うよ。アイダホは釣り中？魚のやつめ。オイラとの真剣勝負を逃げるっか？のころ。てかさ、私の島、常吉全く来んねえけど。どういうこと？元気そうで何よりだわ、奈良だわ。話しに来たよ。私、今日はまだまだやりたいことが山積みなのよね、奈良だわ。さ、レシピももうだいぶ増えたんやけど、1日にさ、3個まで、みんなが作りよるレシピをもらえるらしいんだけども、みんな家にいないんすか？あ、ルーシーおる。ちょいとお邪魔して。
え、寝てるよ。畑持ったまま寝てるけど。ごめんなさい。私寝ちゃってました?まさか、寝言とか言ってませんよね、よう。立って寝た上に寝言ってすごすぎん。やばいよね。それはない。あ、見て、これあげたやつやん、前、私が。いいね、いいね。あ、木製テーブルはじっくり見ないでくださいね。この前お掃除してたら、半紙から思いっきりはみ出ちゃって。綺麗に拭いたつもりですけど、汚れが残ってるといけないので、よう。テーブルを見てたんじゃないんだよ。あの、お茶セット見てたんだ。あ、そう、今日はね、あの、ルーシーがここで、めっちゃなんか DIY しよったけん、レシピを教えてもらったんだけども、今日教えてもらったレシピがね、結構可愛かった。どこ行った?なんか、ベッドやったんやけど、あ、これか。丸太のベッド。めっちゃ可愛くない?ログハウスに良さげな感じよね、めっちゃ。てか人間ばっかり家を大きくしていきよるけど、動物たちも大きくしてくれんかな。ね、なんか、そしたら、見ていくのめちゃくちゃ楽しそうな感じするのに。みんなのね、庭も作っていきたいなと思いつつ、まだまだ作れていない。アイナちゃん、チャオ。今日も乗ってる?あは。お話ししよう。昨日、ボイトレ頑張りすぎて、微妙に声がかすれてるんだよね。いつもはもっと可愛い声なんだけど。あは。こっちには声とかあんまりわかんないから大丈夫。待って、めっちゃ落ちとるやん。夏の貝殻めっちゃ落ちとるやん。あ、でもこれあれよね。夏の貝殻って、8月いっぱいまで、落ちとるんやっけ。やったら、ね、焦って拾うこともなく、という感じな気がするけど。あ、アンチョビが家おる。なんか見上げてさ、煙突まで見んでもカーテンで判断できるようになったのいいね。前からかな、もしかして。やっほー、アイナくん。僕のお部屋どうかな?いっぱい遊んでいってね、弟子。話しに来たよ。アイナくん、昨日はすごかったんだって?みんなが噂してたよ。飛んでくる風船を君がパチンコでビシバシ打ち落としてたって。すっごくかっこよかったらしいね、弟子。いや、まあ、動画界でめっちゃ打ってるけども。超打ってるけども。あ、もしかしてこれ?これのシングル版?え、違ったっけ?なんか。よくわからない。なんか横から見たらよくわからんけど、でも、これよね。これのシングル版なのか、これそのものなのか、どうだろうか。あ、シャンティも家おるやん。じゃあいたじゃあいた。そういえば最近ジョニーも来てない気がする。ジョニー別に季節問わずよね。お、作ってる作ってる。何かしら?なに?そんなに見られちゃ気になっちゃうわ。だってば。何してるの?これはね、ランダムストーンの壁を作ってるところなの。いわゆる DIY ってやつね。ランダムストーン?石の壁?なんかボコボコ。なんて言うんやろ。クリフクライムみたいな感じ?自分の思ったものが形になっていくのってすごく刺激的なんだから。そうだ。よかったらあんたも作ってみない?ランダムストーンの壁の作り方、教えてあげるわよ、だってば。知りたーい。どんどんレシピが増えていくのめっちゃ嬉しいよね。いい返事ね、嬉しいわ。ここにレシピを書いたメモがあるから、それをあなたにあげるわね。ありがとう。とっても簡単だから、きっとあなたなら材料さえあれば、すぐに作れちゃうはずよ、だってば。ってことで覚えていきましょうか。愛の結晶めっちゃ溜まったんよ。ふんふん、ランダムストーンの壁のレシピを覚えた。ってことで、これで新しく増えた。あ、こういうやつか、なるほど。ふん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 。え、普通に可愛い。ふふ。雪だね。だいぶ水族館も充実してきたんじゃないかな。ほら、めっちゃいいよね。私、あの、ベタが欲しいんやけどね。ベタ全然釣れんくない?川よね。川で多分めっちゃちっちゃいサイズやと思うんやけど。全然おらんねよね。ここもなんか何もおらんし。え、なにこれ。え、なんかこれ鮭の切り身みたいなんかいけない?右下のそうじゃない?違うかな?そういえば、鮭も一回も釣れたことないな。え、あれよね。なんか、滝のとこら辺とかよね。違ったっけ?ここは結構いっぱいある。あの、なんかこのティラピアめっちゃ釣れるんやけど、名前合っとる?
ピラニアみたいな名前やなって思ったんやけど。そして私のお気に入りのこのコーナーね。めっちゃ充実してきた。よきよきで、この辺。これも結構釣れる。え、川のやつよね、これ。あの、何やったっけ？ドラドやっけ？違うかもしれんけど。あ、ここやね、サメ。ほらほらほら。おー、なんかだいぶいい感じになってきたね。これってさ、イワシ？あれはサメには食べられないもんなんかな。でもなんか基本的に、背びれのある魚釣っても、なんか基本はね、小判ザメが釣れるような気がする。小判ザメはね、売ってもなんか1500ベルぐらいにしかならんけん、あれなんやけど。まあでもね。うんうんうん。うわー、そして私の、めちゃくちゃ苦手な、へー、竜宮の使い。一瞬で終わらせるやつ。竜宮の使い。ね、めっちゃ充実してきたね。良きだ良きだ。やっぱサメが増えたら全然違うね。何種類釣ったんやろ、サメ。なんか、シモクザメと、あとなんか普通のサメと、んで？さっきのノコギリザメ？ここクリオネだけか。かわいい。そしてここは、まあ、なんか家に飾っとるような、熱帯魚たち。なんかこの、なんやった？この、なんかめっちゃくるくるくるってなってるウツボ？めっちゃ釣れるんやけど、安くない？私最初めっちゃウキウキやったんよね。で、めっちゃいいの釣れたやん、みたいな。すごいの釣れたって思ったけど、めっちゃ安かったきんびっくりしたんやけど。と、あの、イシダイもめっちゃ釣れる。あれ結構5000ベルぐらいするよね。ユキだ、ユキだ。はぁ、いいね。めちゃくちゃ充実。なんか博物館、魚のコーナーはさ、竜宮の使い以外は穏やかな心で見れるんやけど、虫のコーナーはなんかちょっと嫌な感じするよね。ふぅ。あ、そしてなんか、あの何、何こっちの、たぬきショッピングで、なんかまた新しいものが増えたらしいんやけど、実はまだ見てないんよね。たぬき開発マルチメディア端末、たぬポートでございます。ご利用になりたいサービスをお選びください。ということで、たぬきショッピング。この、なんか、シーズン。お、なんか、国際子供の日？何国際子供の日って、いつ？手作りの王冠、手作りのマント。あ、なんか悪ガキっぽい感じね。で、父の日。父の日サンキューマグカップ。夏至祭の花冠？夏至祭？夏至のお祭りがあるんや。ヨーロッパ。へぇー。冬至のセーター。冬至祭。あ、なるほど。でも南半球でのイベントのやつも買えるんやね。これかわいい冬至のセーター。何アルパカぽくない？とりあえず全部買うよね。え、買えるよね、個数。あ、まあ別に今日限定じゃないか。今日限定ではないか。なんかさ、母の日のやつはカーネーションやったけど、父の日のやつは何？何のマーク？早く回って。あ、ネクタイや、ネクタイ。かわいい。え、私、父の日のやつの方が好きなんやけど。これはかわいいんかな？よくわからんけど。かぶってみんと感覚がよくわからんね。よし、これでオッケー。ご利用になりたいサービスをお選びください。もう大丈夫です。ご利用ありがとうございました。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうも。あ、あのワンピースかわいい。そろそろ暖かいというよりも暑い日が増えてきましたね。衣替えの時期やから、私もいつも以上に頑張って、たくさん服をこしらえないと。このワンピースめっちゃかわいい。ただいま収納がな。一応とりあえず見てみよう。試着室を使いたいのね。どうぞ。今大阪のポシェットつけとんよ。え、あのワンピース、ある？あ、かわいい。マリンルックワンピース。超かわいいんやけど、何色がいい？私この紺か白がいいな。
本にしよう。絶対かわいい。でもやっぱりカンカン帽か、ここは。何色がいいかな。でもここはさ、この、あ、こっちにもあったわ。ここは、この辺かな？やっぱ合わせていく？犬の付け羽やって。犬の付け羽やって。あ、でも下はなんかこれっていいような。この辺は？いやー、今の方がいいな。今の方がいいな。こっちはアクアサンダルとかいうの。今の方がいいな。うん、ってことでこれでいこう。このまま。あ、そういえば、たぬき商店に今日ね、なんか可愛いやつがあったような気が。可愛い？違うな。あれか、高級なコンポかなんかがあったんかな。あれを買いたいと思ってベルを貯めてたんだけど。よくしょ、後ろなんかついてんかと思った。お魚ポシェットか。あ、あれあれ。8万2千ベルとか言ったんよね、確か。そちらの商品は高級コンポでございます。お値段は8万2千ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。そのために今日私はせっせと、せっせとベルを集めていたんだ。あ、ちなみにその横の売り切れになってるところはね、何買ったんやっけ？ダイナーのソファー買ったんかな？で、今ね、家の中に飾ったんやけど、前まで赤いやつやったのをクリーム色みたいなの出たけんさ、そっちの方がいいなと思って変えた。ん？なんか喋りよるかと思ったけど、挨拶だけやったわ。挨拶だけやったわ。よし。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、だいぶ虫と魚とって増えたんやけど、あれなんよね、切り株に寄ってくる虫とかが全然取れてないけん、一旦、どうでもいいところに一個木を植えて、で、切り株状態にして放置しておこうかな。